中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府がリス開発しているといわれる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか、世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲加賀に艦載可能となっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選へ向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀は、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、両艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANABD817。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 を 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、
中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に改修された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の改修が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその真逆に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母軍を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J-20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍は数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J-20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画が現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前限を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、
南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だような。そもそも、空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ゆうきやこいこのあられやこいこに。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天才と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と海将によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造の構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして1番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国公船などによる不法な活動を警戒監視する業務に当たるほか、対潜戦闘対空戦闘対水上戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、掃海艇の雷用も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。
艦隊サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃火 ×2 機マーク、41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総海業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUVHT、無人水上高層からの USVHT、H60 系総海ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前艦板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上艦板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上艦板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦隊にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では精進化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は朝日方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、精進化と小コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー制の導入を予定しているみたい。クルー制は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー制においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、
休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、野上形では全ての同型艦が全く同じ性能へと装備で量産される護衛艦となったため、クルー制でも運用可能へと判断されたってわけだな。防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、同時期に導入する哨戒艦との連携を図り、平時の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラエル中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従順領艦野上熊野の城として使用された名でもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢ヒューガであったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ちょっと聞いていいか、今現在の日本の軍事力ってどれくらいなんだ。戦闘機や潜水艦の性能や次世代機なんかのラガイはよく聞くんだが、いくら最新鋭の機体や船体を保有していても、数が少なければあんまり強くはないよな。確かにね、日本は世界一の軍事大国アメリカと同盟国でもあるし、開発力や技術力でも、世界には引けは取ってないと思うんだよね。でもここの軍事兵器は強くても、いざ有事になった時に数の力でゴリ押しされたらきついよね。戦闘機の保有数なんかは他国と比べてどうなんだろうね。良いところに目をつけたね。確かに日本の自衛隊が保有している軍用機の保有数も気になるところだよね。もちろん日本が保有している軍用機は空でも海でも陸でも性能だけで見ると、世界でもトップクラスだと思うよ。ただ日本はあくまでも軍隊ではなく自衛隊で専守防衛を掲げている国だから、あからさまに、軍事兵器をバンバン開発したり、購入したりすることは難しいよね。でもよ、いくら防衛が目的だったとしても、せめて数の力でゴリ押しされるようなヘロい軍用機の数では、ちょっと心配だぜ。毎年年末の時期になると、各国の軍事ジャーナリストたちがランキングなんかを発表したりするよね。あの情報は結構信用できる情報なんでしょ？そのランキングを見ていけば、今の日本の自衛隊の強さがわかるんじゃないの？よく知ってるじゃないか。イギリスのフライトインターナショナル誌の毎年恒例になっている世界各国の航空兵力、航空機数のランキングを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。毎年恒例になっているイギリスのフライトインターナショナル紙の世界各国の航空兵力、航空機数の2020年度版の結果を見ていこうか。フライトインターナショナルとは、航空宇宙に焦点を当てた月刊誌で、イギリスで発行されていて、1909年に創刊された世界最古の航空ニュース雑誌なんだ。その雑誌のランキングによると、1位は全世界の人たちがわかるよねアメリカだね。2位はロシア、3位中国、ここまでは皆さんの予想通りだよね。4位はインド、5位韓国、6位日本、7位パキスタン、8位フランス、9位トルコ、10位エジプト。これが現在の世界のトップ10だね。確かに3位までは誰もが予想した結果だったよな。でも4位から10位は結構意外な結果だったぜ。あれ？日本は韓国よりも下なんだね。なんかちょっと悔しい。このランキングはアメリカのグローバルファイアーパワーの2020年のランキングと同じ順位なので信頼できるデータだと思うよ。フライトインターナショナル誌によると、現在世界で最も普及している戦闘機はアメリカの F-16 戦闘機で2267機。次がロシアのスホイ2730で1057機、次が F-15 の956機なんだ。アメリカの同盟国を中心とした、西側諸国でバックオーダーまで合わせると、5000機以上の生産数になると言われている、F-35 ライトニング戦闘機は、まだここでは10位以内には入っていないんだよね。10位に入っているのはロシアのスホイ24の389機なんだけど、もちろんこれは収益中、現役稼働中の機体数のカウントだから、今後数年後には F-35 ライトニングも、
トップ10入りしてくることは間違いないんだけどね。10年も経てば F-35 ライトニングがトップ3入りは確実だろうな。現在1位の F-16 戦闘機は最新型の V 型の受注が小国を中心に好調らしいからな。しばらくの間は F-16 戦闘機が首位を譲らないんじゃないかな。軍事費に費用をどんどんぶち込める国は限られてるからな。小国では最新で高額な F-35 戦闘機よりもF-16 の方が好まれるってことだな。それじゃあアメリカのグローバルファイアーパワーの2020年の詳細なランキングを見ていこうか。グローバルファイアーパワーはアメリカの軍事情報サイトのことだよ。当然アメリカの1位は揺るぎないよね。その内訳は総数は 13,624 機で、戦闘機2085機、攻撃爆撃機715機、輸送機は945機を保有しているんだ。戦闘機2085機は思ったほど多くないんだな。確かに少し少ないような印象は受けるけど、現役戦闘機最強の呼び声高い F-22 ラプターを保有してるからね。なるほど、そういうことだな。2位のロシアの総数は4163機で、戦闘機873機、攻撃爆撃機742機、輸送機424機で全体では、アメリカの3分の1程度にしか見えないけど、攻撃爆撃機では上回っているから、何か戦略上の考えがあるんだろうね。総数だけ見るとアメリカってやっぱり飛び抜けてるんだね。2位とも圧倒的な差だね。3位の中国は総数3210機で、戦闘機1232機、攻撃爆撃機371機、輸送機224機だね。すでに戦闘機の数では2位のロシアを上回っているんだよね。おそらくすぐに中国は総数でもロシアを上回り、2位に浮上してくるだろうね。中国とロシアは接戦だね。でも今の勢いなら中国がすぐに追い越しそうだね。4位はインドだね。総数2123機で、戦闘機538機、攻撃爆撃機172機、輸送機250機になってるよ。インドも最近は軍事にかなり力を入れているから、これからも拡大傾向が見られるよ。5位は韓国だね。総数が1649機、戦闘機414機。攻撃爆撃機71機、輸送機41機、やっぱり北朝鮮と対峙することを考えて、航空戦力の増強に力を入れているみたいだね。韓国の5位は意外といえば意外だが、あのイカれた国家の隣で一番危機感感じてるからな。野党といえば野党なのか。そして、6位が我が国日本だね。総数1561機、戦闘機279機、攻撃爆撃機12機、輸送機60機となってるよ。日本は専守防衛の方針で編成されてるから、攻撃爆撃機の数は極端に少なくなってきてるよね。それだろうな、他国に攻め込むということを考えない編成ってことだな。ところでよ、このランキングでやっぱり意外なのは、ヨーロッパの主要国が上位にランクインしていないってことだよ。フランス、イタリア、イギリスあたりが入ってないんよな。8位になんとかフランスがランクインしてるけど、旧ソ連の崩壊で軍縮が進んだということだろうね。でもさ、このランキングを見ると上位にいる国が日本の周辺国ばっかりだよね。それも日本より上位ばかりだしね。そうだね、仮想敵国であるロシア、中国があるからね。そして、一応準同盟国の韓国も、日本を上回る戦力だから気が気じゃないよね。アメリカ抜きでは厳しいのが現実かな。特に中国なんかは日本の倍以上の航空機を保有してて、さらに年々増強していて、戦闘機の数では4倍以上の数を保有していて軍力の差は開いてきてるからね。相対的に見て日本の地位は低下していってるのが伺えるね。なら救いは質の差ってことか。最新鋭の F-35 ライトニングを、アメリカに次ぐ数の150機近くまで増やす計画が進んでいるんだよな。まあ、それでも不安は消せないよね。中国やロシアは中長距離の巡航ミサイルの配備を進めていて、これは航空自衛隊の戦闘機の射程距離外から、日本を攻撃することが可能な状態ってことだからね。怖いこと言わないでよ。航空自衛隊でもこうした状況を打破するために、戦闘機に搭載する兵装の長距離化を進めているんだけど、政治的に専守防衛の観点から敵地を攻撃する能力は必要ないって反対意見が出てるらしいんだよね。仮想敵国に周囲を固められてるような状態でそんなこと言ってる場合じゃないよな。攻撃目的というよりも、抑止力、牽制という意味でも必要なんじゃないか。
そうだね、日本政府はあくまでも自衛隊が掲げる専守防衛の枠に収まる範囲だと主張してるんだけどね、そろそろ綺麗事抜きに国土の防衛に関して議論するべきなんじゃないかな。日本から他国に攻撃を仕掛けることはありません。周辺国の皆さん、あなたたちも日本に攻撃をするようなことは絶対にやめてください。それじゃあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録してね。ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問後、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官は10月25日に時事通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動へは阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、出雲だけでなく同型艦の鏡も改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B を10機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊は2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない、日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に、警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。
これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような連通甲板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた意味は航空母艦の終作ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して海事柄は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが、安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明が不足であるため、やはりこれら艦橋が、右舷側に偏った場合の送艦運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。次に全通甲板を持つ護衛艦としてヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢が誕生し、ヒューガ型では大隅型以上に甲板が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。ヒューガ型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、ヒューガ型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの連通甲板を持つ護衛艦の建造技術と送艦と運用へのノウハウを習得した上での、出雲型は中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッキサイド方式エレベーターにあり、前方の飛行甲板上のエレベーターも大型で F-35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の F-35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦ではシーハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッキサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用の開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用ら MV-22 の将来的な運用ら視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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 中国の原子力潜水艦が日本の海上自衛隊にあっけないほど簡単に位置を探知されたことは、みんなももう知っているよね。知ってる知ってる。中国の原子力潜水艦は騒音がひどすぎるらしいしね。ああ、そのことは日本だけでなく、海外でも話題に上がっていたらしいな。うんうん、今回はそんな中国の原子力潜水艦について、海外の反応も合わせて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国原子力潜水艦の激しい騒音で、日本の海上自衛隊に探知されて2日間追尾されるという侮辱を受けたと、香港サウスチャイナモーニングポスト紙が29日に報じたよ。侮辱って言えるのかな？元はといえば、中国が尖閣諸島沖に侵入したのが悪いんじゃないかな。あいつらにとって尖閣諸島は自分のものって認識があるからな。同志は 093A型と呼ばれる中国の110メートル小級原子力潜水艦が、今月10日に日本と中国の領有権紛争地域である尖閣諸島中国名魚釣島沖の海域に侵入したが、日本の海上自衛隊に探知されて2日間にわたり追跡された挙句、12日には公海で中国国旗である五星航旗を帆柱に立てたまま水面上に浮上したということなんだ。これに関しては、当時、
国旗を立てたまま浮上したのら尖閣諸島に対する領有権を主張するためだったという見解もあるが、一部の専門家は、激しい騒音を発する中国原子力潜水艦が日本の艦艇と、軍領域の追尾にあって公海にやむなく浮上したものだと主張しているぜ。まあ間違いなく後者の説が濃厚だよね。あるいはそのどちらも正解ってこともあるだろうな。今回探知された潜水艦 093A 型は騒音が大きすぎた阪急原子力潜水艦091型の短所を克服するべく、中国海軍が建造した潜水艦だというよ。対艦クルーズミサイルを装着した093A 型は米国ロサンゼルス級原子力潜水艦に匹敵し、091型に比べ静音性が飛躍的に向上したと見られていたが、今回のことでその限界を内外にさらしてしまったことになるね。騒音問題を解決しようと建造したのに、未だにうるさいってもうダメじゃん。目立ちたがりな国柄を潜水艦にまで出しちゃダメだよ。潜水艦が静粛性をいかに向上させるかが鍵だと思うが、中国にはまだ難しいみたいだな。この問題についてのネットにおける海外の反応についていくつか取り上げて紹介するんだけど、その内容は、中国の潜水艦技術や運用を揶揄するものや、やはり中国の潜水艦技術は脅威とみなすもの、そして日本の潜水艦開発や運用能力の高さに関するもの、そして機密保持の欠陥を指摘するものと様々であったんだ。見た感じでは中国の技術を揶揄あるいは疑問視する内容の意見と、やはり脅威であると捉える内容の意見の2つが最も多く見られたな。脅威であることも否めないけど、技術や練度が追いついていないことも確かなんだよね。中国の技術や運用能力を揶揄あるいは疑問視するうち意見では、中国人は創造主義から離れててもすぐわかる。日本の自衛隊が使われている。ステルス戦闘機も、日本と米のレーダーに探知されるか試すように飛行訓練しているんじゃないのか？知ってるオリンピックの年はウルード氏だよね。これはうるさい艦を見つけさせて、静かな方はにガス通常等手段だよ。中国の数を脅威とする思想がいまいち理解できない。時間が経つにつれて技術の進歩は加速する。静かな潜水艦を作っても、中でチャーハン作るからバレちゃうぞ。日本の軍事費や規模は小さいが島国ならではの海での戦闘力は世界ではトップである。軍事費や数だけの質が悪い兵力では勝てない。神風精神がない腐った国には簡単には屈しないよ。でも航行時のスクリュー音が中国人観光客並みにうるさく、アピール度抜群の中国の源泉はなぜか憎めないわら。93A 型は静粛性を向上させたのが売りの最新型なんだが草、目立つ標的におびき寄せて別の場所で作戦してるんだろといった意見があったよ。中国の原子力潜水艦や通常動力型潜水艦の開発運用に関するものについては、これとっくにはやとやとまれたよ。通ての潜水艦だけじゃなく、哨戒機や海底探査網との連携だけどな、君の言う源泉が本来海中に秘匿する核ミサイルサイロだが、長期間の作戦行動が前提だからこその原子力、通常の攻撃型の多少への騒音より長時間潜航へのメリットを取ったが、現在は通常動力型でも2週間程度の連続潜航が可能になり、静粛性が高い分だけ原子力艦の戦術的には凌駕するレベルになった。米国は全ての型の潜水艦を原子力化したため、通常動力型を現在のレベルで作ることができず、正直焦ってるよ。中国の潜水艦が自衛隊のイージス艦の後ろつけてて後ろ見たら潜望鏡が横って寝てたって話がなかったっけ。雨のイージス艦の水上の貨物船に気づかずぶつかるくらいだからな。評判ほどの性能がない可能性がある。つまり米国の後追いで原子力化してる以上、中国も同じことになる。攻撃型という点で言えばずれてるとは言えない核ミサイルキャリアーと比較するなら、君の言う通りだけどねといった意見があったぜ。中国の潜水艦技術や運用能力は脅威であるとの意見については、原潜の役割は本国から遠く離れた場所にミサイルや魚雷を運ぶことであって静かに潜航することじゃない。本気で静音性を求めるなら通常動力型を作るだろう。もちろん静音性はあったことには越したことじゃないが、それをどうこう言うのは若干ずれてる。中国軍の兵器資材の性能から部隊運用の連動も向上していく日本の法改正が進まず、現状維持でぼんやりしていればやがては本物の脅威になるだろう。テスト結果を報告される前に沈めるべきだったな。軍事力もゴールのないマラソンみたいなものだからな。
技術の慢心は禁物だよ。物量では圧倒されてるんだから、常に進化していかないと中国に侵略されるよ。できたら核保有してほしい、といった意見だね。また、日本の潜水艦技術の高さや迎撃体制のあり方、阻止防衛技術のあり方に関する意見については、最新鋭でハイテクの艦はじっと情報収集してんのさ。クレに展示してる潜水艦もスクリューは展示用だもんな。あの辺の磨く技術がミソなんだろうな。原子力潜水艦の弱点は、長期間の潜航能力に欠けるところだ。定期的に浮上して酸素を取り入れなければならない。しかし、日本の最新鋭ディーゼル潜水艦は1ヶ月以上の深深度の潜水航行が可能であり、原子力潜水艦がやむなく酸素吸入のために定期浮上する際に魚雷で狙い撃ちが可能である。北朝鮮の核兵器やミサイル開発に日本のスパコンや大学が関わっていたらしいから、日本の国立大学には防衛に協力させる必要がありますね。日本の領海に侵入したら、すぐ沈めてしまえばよいんだよ。配慮する必要ないだろ。日本が同じことしたら、絶対に撃ってくるぞなどといった意見が寄せられていたみたいだね。いろいろな意見があると思うけど、今後とも中国の動向には注目していくべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったよ。チャンネル登録してね。また次の動画も見てね。見てね。見てくれよな。プリーズルック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 。もう年末も間近になってきたね。忘年会シーズンの到来だな。とはいえ、コロナ禍だから自粛しているところがほとんどだろうね。もし忘年会を開催するなら、コロナ対策をしっかりしているお店で、少人数、短時間を心がけようね。健康第一だからな。あまり羽目を外しすぎないように、適度に楽しんでほしいぜ。そうだね。それじゃあ今回は米国の第6世代戦闘機デジタルセンチュリーシリーズが、10年早く予定より飛行したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の F3 ステルス戦闘機の開発が進められている中、同じくアメリカでは10年も前倒しで第6世代ステルス戦闘機の開発を進めているよ。すでに秘密裏で技術実証機のテストも行われたアメリカに若干の焦りを感じているね。第5世代ジェット戦闘機である F22 や F35 の後継機として、アメリカで開発が始まっている第6世代戦闘機の初飛行までは、早くても10年先と言われていたんだ。しかし2020年9月15日に米空軍のウィル・ローバー調達開発担当技官補が、米空軍の F22A の後継機である第6世代戦闘機、MGAD ネクストジェネレーションエアドミネンス2世代制空戦闘機の技術実証機を、すでに飛行させたと公表したぜ。さすがにアメリカは仕事が早いよね。世界では第6世代戦闘機の開発をすでに各国で進めているんだけど、アメリカでも初飛行できるのは早くても2030年頃だろうと予想されていただけに、このローパー次官補の発言は大きな波紋を呼ぶことになったんだよね。その技術実証機は実際には公開されておらず、またローパー次官補が開発メーカーや性能などを全く公表せず各メディアが真実を取材していたが、ここ最近は次々に発言の信憑性が高くなったと報道し始めたってわけなんだ。軍事機密に当たるだろうから、詳細を公表できないのは当然かな。アメリカで有名な軍事専門サイトであるウォリアー・メイブンの11月9日の記事では、同編集長のクリス・オズボーン氏がその理由を推測する談話が掲載されており、デジタルエンジニアリングが発達したことによってバーチャル上での試作機の設計図面における再現が可能となったため、そこで機体テストと解析を行うことができ、技術実証機の完成が予想より早まったのだろうと言われているよ。要するに今までは戦闘機の開発においてそれぞれの段階で実際にモックアップを作成し、試作機によるテストを繰り返しやっていたが、バーチャルコンピューターの発達によってエンジニアリングや試作機製作の精度が上がり、
立地テストを最小限に済ませることができるようになり、開発期間の短縮に成功したということだな。バーチャルコンピューターによる戦闘機開発方式の論文などを発表推進してきたのがローパー次官補であり、その方式に米空軍がゴーサインを出してからわずか1年で技術実証機を飛行させたということになるね。いろんなことがどんどん近代化してきてるね。技術の進歩をひしひしと感じるよ。これに対して航空評論家の石川純一氏がおそらく米空軍のゴーサインがある前には、ローパー氏が主張する開発方式で基本設計は完了していて、その後1年間は技術実証機の製造期間となり、ロッキード・マーチン社の先進開発計画部門スカンクワークスも、ボーイング社の同部門ファントムワークスが結構前から共同作業をしていて、今回の機体を合作した可能性があると言っているよ。すでに運用されている第5世代戦闘機は敵レーダーに発見されにくいステルス性性能を備えていて、アフターバーナーなしで超音速巡航が可能な大出力エンジンを備えている戦闘機となっているぜ。米空軍では F-22、F-35 という2機だけであり、世界を見ても他に運用されているのはロシアのスホイ57と中国の J-20 と全てを合わせても4機しかないんだ。米空軍は F-22A の後継機を開発する際にどのようなスペックを持たせるべきかと議論しており、F-35 の能力向上だけで十分ではないかとの意見も出て方向性を定めることができていなかったらしいよ。このような事態を見聞していたローパー次官補が2019年10月に、デジタルセンチュリーシリーズという、これまで考えたものをはるかに凌駕する戦闘機の開発及び調達のコンセプトを明確にしたんだ。今回の NGAD の技術実証機はデジタルセンチュリーシリーズのコンセプトによって、開発されたものとなっているよ。第6世代戦闘機の開発に各国が奮起している理由は、ジェット戦闘機において世代が異なる戦闘機間の実力差に大きな差を感じているからだぜ。これらの戦闘飛行からキルレシオという撃墜数対比撃墜数の数値で表されるんだが、これが第4世代 F-15 戦闘機の第3世代に対するキルレシオは100対0であるが、その F-15 に対して F-22 は144対1とのデータが算出されているってわけだ。同期の状況によって一概に比較はできないが、ジェット戦闘機という世界においては世代が違うと戦闘損耗も大きくなり、日本が F-15A の後継として F-35 の導入を急ぐ理由も同様となっているぜ。開発中の第6世代戦闘機は、従来のステルス性能や AI による情報網、バーチャルリアリティ、MUMT 有人機と無人機の混合編隊などの、技術をより効率化させ複合されたものなんだよね。しかも双発エンジンの機体で、最高速度マッハ2以上で超音速巡航が可能であり、形状ステルスでメンテナンスへの負担を減らし、指向性ビーム兵器への対応としてハイパワーエンジンによる高性能発電機を採用していることが条件だと言われているよ。航空ジャーリストである島田久則氏は、さらに高度なステルス性能を持たせることによって中国の防空防衛網を破り、単独で敵陣を攻撃できる能力と航続距離を発揮するものとしていて、ボーイング社が発表しているイメージ画像では大きく盛り上がっている操縦席後方スペースに AI を搭載する可能性と、ステルス性向上のために多数のミサイルを胴体内の弾倉に格納するために機体がかなり大型となるだろうと指摘しているね。ローパー次官補が唱えたデジタルセンチュリーシリーズという語源は、米空軍による1954年から1959年に航空機会社5社が開発した戦闘機 F-100、F-101、F-102、F-104、F-105、F-106 までの6機種を収益させたセンチュリーシリーズを解明したものなんだ。このセンチュリーシリーズ収益後の戦闘機開発は高性能を求め、複雑化するシステムに伴い長引いてしまったため、戦闘機の運用年数が30年先と想定されるようになり、その間必要となる近代化改修費や維持費が膨れ上がってしまうんだよな。その点、ローパー次官補が掲げたデジタルセンチュリーシリーズという次世代戦闘機開発構想によって、今後は約8年ごとに最高の新型機を投入し、約16年ごとに退役させるというサイクルで、トータルの軍事費を 10% 低減させるとの方向性が算出されたようだぜ。軍事費は高額だからね。少しでも削減できるならもっといろんなことにお金を使えるようになるってわけだ。この画期的なデジタルセンチュリーシリーズ構想にはベンチャー企業なども参画を許されているよ。最近話題のテスラ社の創始者であるイーロン・マスク氏が創業したスペース X のロケットが、米空軍の衛星打ち上げ用ロケットとして採用されたように、これまで軍事費を独占していた米国軍需産業に革命を起こす企業も出てくるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。いつもありがとうございます。ありがとうね。Thank you. ありがとう。ありがとうね。Thank 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 you. ありがとう。実は日米大戦合同訓練は世界でトップと言われているんだけど、知ってた？もちろん知ってるよ。日本とアメリカの軍の連動はピカイチだもんね。世界中から一目置かれている強敵は日米同盟と誰しも思っているほどだからな。きっと中国の海底太平洋進出が思い通りに進まないのも日本がいるからだろうね。やりたい放題のように見えるけど、日本がいるからこそ相応の抑止力になっているんだよね。そういうこと。さて今回は、そんな中国海軍と思われる潜水艦が接続水域内を潜航していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年6月20日、日本の接続水域内にあたる鹿児島県奄美大島の北東方向で、6月18日に潜航する外国の潜水艦を発見したことを防衛省が発表したよ。その時他国の潜水艦を発見したのは、海上自衛隊保有の P1 哨戒機や P3C 哨戒機、護衛艦加賀などとなっているんだ。実は他国の潜水艦が接続水域内を潜水通過するのを確認したのは2年半ぶりであり初めてのことではなかったんだよな。ちなみにどの国の潜水艦なのか、その目的などを防衛省は、海上自衛隊の探知能力に関わるものであるから公表できないとして部隊保全を守ったぜ。政府関係者はおそらく中国海軍の潜水艦だろうと見解を出して保全を守れない人もいたみたいだけどね。だね。ちなみに接続水域とは、その国の領海領土から 22km の外側のことであり、かつ領土から 44km の範囲内のことを表すよ。その先の地域を排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと示されていて、潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上した後に国旗を、形容しなければならないという決められたルールがあるんだ。つまり領海の潜航禁止は法的にも決められていることなんだよな。その国の領海内では漁業も行われているということを考慮すれば潜水艦が存在を明らかにするのは当たり前のことだぜ。一方で接続水域内では自由に潜航しても良いという海のルールも存在するよ。要するに、前途した事件も日本の領海ではなく、接続水域であるため潜航禁止ではなかったということになるんだ。しかし領海ギリギリの線を往来していたとなれば、不審潜水艦として注意を受けるのも仕方のないことだよね。この事態に対して海上自衛隊の潜水艦林尾の元艦長などを務めた伊藤氏が以下のように述べたよ。あれは中国の潜水艦に間違いないだろう。わざわざ接続水域を潜って通るということは、完全に意図的なものとしか言えない。我々人間に指紋があるように、スクリューの回転音など、それぞれの潜水にも独特の音紋というものがある。詳しく話すことはできないが、海上自衛隊はそれらの情報をすべて持っているため、どの潜水艦かはすぐに見当がつく。不審な潜水艦は海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったとも言える。中国の習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して対外的に強硬策を取っているというのはご存知だろうか。尖閣諸島での行動もそうだが、実は去年から実行されている。平時においても様々な動きで抑止力をぶつけ合い、睨み合いをしているというのが水面下で起きている現実なのだ、と答えていたんだ。自衛隊の情報力を舐めないでもらいたいね。それを理解した上で試すようなことしているんだから、余計に立ちが悪いよな。中国に関しては2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有しており、この数は日本の保有数25隻をはるかに上回っているんだ。確かに数字だけで見てみれば海上自衛隊は中国に追い越されている状態にも見えるが、問題は潜っている潜水艦を見つける能力の差であって、今は米海軍がナンバーワンと言われているが、1990年代までは海上自衛隊が世界でトップだったんだよ。海上自衛隊の潜水艦能力は横須賀の米海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていたため、アメリカに引っ張られるように上達していったんだ。それに付け加えて P3C500 機体制にしたこともレベルアップにつながったってわけだね。
1998年にハワイ沖で行われたリムパック演習に日本も参加しており、当時林尾一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させたという実例もあるよ。大戦線の技術に関してはイギリス、フランス、ロシア、中国ともに落ちており、イギリス艦の能力とミサイル防衛の能力も日本とアメリカの足元にも及ばないというのが実情だな。そんな実情があってアメリカが海上自衛隊に対し世界で一緒に戦えるのはお前らだけだと言っているんだぜ。だから、中国海軍が日本を妙に意識しているということがよえと示するよな。アメリカにここまで言わせるなんて、自衛隊ってすごいね。国民の僕たちも鼻が高いよ。実は海上自衛隊は1980年から40年も前からリムパック演習に参加しているんだ。また、1998年のリムパックには日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加していたよ。近年の他国艦艇の行動に関して、中国潜水艦の潜航を受けた当時の河野太郎元防衛大臣は自衛隊に対して、緊張感を持って情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すようにと指示を早急に出したんだって。このように他国との緊張感を煽るような出来事を、わざと国内外に知らせるコラ広報戦略の一環なので驚くことではないぜ。この活動の課題について再び伊藤氏が、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後の年にワシントンで駐在武官をしており、当時アメリカではエンベデッド記者などが従軍するという意味という言葉があり、戦場に記者を同行させ、軍の動をありのままに見せるということをやっていると聞いた。私はこういう時代を待ち望んでいたと感動したのを覚えている。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というのは、どうしても硬い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せたりするというのを回避したがっていた、とコメントしていたよ。要するに一般国民が国防に関わることを教えるのが難しいというよりも教えたくないという雰囲気が、強調されているということが言えるな。しかし、海で働く人たちというのは海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではなく、漁業関係者のみならず、観光客を相手の商売をしている人も多数存在しているわけで、そのような同種業者の人たちを含め、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことが必要であると訴えたいぜ。海上自衛隊が握っている機密が漏れてしまえば、日本に危険が及ぶことは百も承知しているよ。しかし国民を隣国に存在する敵国から守るのが自衛隊であるならば、海の働く人たちの安全を守るためにも、防衛省や国の機関は海上危険情報として密かにでも公開してもらいたいと強く願うね。今後も日本の領海や接続水域を脅かす近隣国の不審潜水艦を早急に海中掃除してもらい、次は国旗ではなく白旗を上げてもらえることを楽しみにしておこうか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 中国はほんと急速に軍備増強していっているね。極超音速滑空兵器の発射実験までやり始めたみたいだからな。軍事費に投入するお金があるなら、もう少し国民の貧富の差を埋めるように努力した方がいいんじゃないかな。ただでさえ国民の数が多いのに。多いからこそ、軍事力で資源を奪おうって腹積もりかもな。常任理事国が聞いてあびれるぜ。そうだね。さて今回は中国の極超音速滑空兵器と、アメリカが開発中のレーザー兵器について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年8月に中国で実施されたという極超音速滑空対兵器の発射実験は、南シナ海の洋上に置かれた標的に直接命中したわけではないものの、アメリカ側の関係者の間に強い驚きと衝撃を与えたと伝えられていたよ。その理由についてイギリスのフィナンシャルタイムズは2021年11月21日付の記事で、この時の中国の極超音速滑空対兵器は標的に極超音速で接近している状態で、
さらに別の積載物を発射したためだと説明しているね。ただでさえ音速の5倍以上の速度と見られる中国の極超音速滑空兵器に対し、迎撃は容易ではないと考えられていた中で、その極超音速滑空兵器から別の積載物が発射されたという事態は、迎撃の難易度がさらに上昇することを意味するんだ。アメリカ側では中国がこうした技術を有していることを全く把握していなかったことから、単なる極超音速滑空対兵器の発射実験という枠を超えて、この偽装を許しき事態だと認識しているということなのだろうな。このような中国の極超音速滑空対兵器の状況を鑑みると、これまでにある物理的な迎撃用のミサイルでの対処はかなり困難なのだろうと予想され、アメリカが開発を進めているレーザー兵器の実用化を急ぐんじゃないか。これまでアメリカのレーザー兵器の開発状況については、2020年5月にサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の11番艦であるポートランドが、太平洋上で小型ドローンの撃墜に成功したことが伝えられているよ。サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦ってどんな輸送揚陸艦なの？サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦はアメリカ海軍の同カテゴリーでは最新鋭の艦艇で、基準排水量19,208トン、満載排水量25,883トン、全長 208.5メートル、全幅 31.9メートルの艦隊を持ち、2006年から11隻が就役中となっているね。2021年時点でのサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の中で最も新しい11番艦ポートランドには、テスト用のレーザー兵器 LWSD マーク2モッドレーが搭載されており、先の小型ドローン撃墜の映像もインターネット上で視聴可能だぜ。その映像では本来は人間の目では見えないレーザー兵器の航跡が可視化されており、ポートランドからレーザー兵器を発射する瞬間の激しい閃光や、標的とされた小型ドローンが炎上する様子を確認することができるみたいだね。ポートランドが搭載するレーザー兵器 LWSD マーク2モッドレイは、アメリカの航空軍需産業大手のノースロップ・グラマン社が開発した出力 150kW を誇る、ソリッドステートレーザーを用いる方式なんだって。これより以前にもアメリカ海軍ではトレントン級ドック型輸送揚陸艦の2番艦ポンスに、ラウスと呼ばれるレーザー砲を試験的に搭載していたが、こちらは最大出力が 30kW と LWSD マーク2モッドレイに比べればはるかに少なかったみたい。アメリカの国防総省ペンタゴンは2020年4月の議会に対する報告の中で、レーザー兵器による空対艦艦対艦地対艦などの各種ミサイルの迎撃用には、300kW 以上の出力が不可欠だと指摘しており、LWSD マーク2モッドレイはさらなる強化が見込まれるね。すでに LWSD マーク2モッドレイの 150kW とされる出力でも、小型のみならず大型ドローンや一部の対艦ミサイル、または小型の艦艇への有効な攻撃も可能と見られており、目標とする 300kW 以上の出力が可能になれば新型の建設防御兵器となり得るだろうな。これらポートランドの LWSD マーク2モッドレイやポンスのラウスといったレーザー兵器は、水上戦闘艦艇に搭載する新たな近接防御兵器でかつ、一部では攻撃用途にも使用可能な兵装となるものだが、航空機搭載用の同様な兵器の開発も行われているらしいよ。どこの会社が開発を始めているのかな？この航空機用のレーザー兵器の開発に取り組んでいるのは、アメリカ空軍と F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社であり、それは TALWS タクティカルエアボーンレーザーウェポンシステムと呼ばれている兵器なんだ。やっぱりロッキード社は外せないね。この TALWS をアメリカ空軍とロッキード・マーチン社とは2025年前後での実用化を目指して開発中だとされており、空対空艦対空地対空等の時期に向け発射された敵ミサイルを迎撃する兵装として戦闘機への実装を目指しているよ。前述のようにロッキード・マーチン社といえば高度なステルス性能を有する F-35 ライトニング2で特に有名だが、ここで開発が進められている TALWS はそうしたステルス性能を持たない、第4世代戦闘機の防御用にまず実装する予定のようだぜ。具体的にはこれらアメリカ空軍が運用中の第4世代戦闘機として、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンを対象としている模様で、これらの機体に後付けで取り付けるボットマウント形式での運用が起訴されている状況みたいだな。F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機は、言うまでもなく F-35 ライトニング2のような第5世代戦闘機に比べて、敵のレーダーセンサ類に捕捉される可能性が高く、従って対空ミサイルの標的にされる確率も高いんだ。
そのため従来的の対空ミサイルによる攻撃にさらされた場合、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機は、これまでは大まかには3通りの対処方法を駆使してそれらの対空ミサイルを回避する手法が唱えられていたよ。その一つ目が操縦者の技量によって追尾を過ぎ切ること。二つ目が発光弾頭への投射によって赤外線探知を妨害すること。三つ目がキャスと呼ばれるアルミの破片を散布しレーダー誘導を妨害することであり、これらを複合的に組み合わせることで回避を行おうというものだな。こうした F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコン等の第4世代戦闘機における、受動的な敵の対空ミサイルへの対処が、TALWS を実用化することで能動的な防御へと変化し、自軍の制空権が担保されていない空域でも再びこれらの機体の戦力化をもたらすのだろうと言われているぜ。TALWS は搭載する機体のエンジンを通じて必要な電力を確保し、ポットマウント形式であるため他の兵装等の搭載には一部スペース的な制約も生じるものの、物理的な機関砲などのように弾薬数を考慮することなく用いることが可能になると期待されているね。こうした TALWS の想定される使用状況を思い浮かべれば、まず実装が優先されるであろう第4世代戦闘機にとってかなり理想的な兵装であると感じられるが、無論実用化には超えなければならないハードルもまだまだ多いんだ。どんな問題点があるの？TALWS はレーザー兵器であるがゆえに現状ある機関砲や空対空ミサイルのような、物理的な質量と破壊力を持った兵装と異なり、使用下の気象状況によって例えば水蒸気などが大気中に多ければ、効果が減少してしまうことが避けられないんだぜ。また迎撃しようとする対空ミサイルとの距離が遠ければレーザー自体の威力はやはり弱まってしまうという特性があり、かつある一定の時間を通じて標的への照射を継続できなければ、破壊にまで至らない可能性が非常に高くなると予想されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。そういえばさ、以前韓国から日本の飛行機がレーダー照射されて騒がれたことあったよね？あれってどうなったのさ？確かに、何かうやむやにされたまま終わってないか。韓国政府は謝罪くらいしてくれたのか。まあ日本に頭を下げるくらいなら死を選びそうな勢いの国だから簡単には謝罪しないだろうけどな。事件当時はさ、報道やニュースでも散々取り上げられてたよね。結局何も進展しないまま終わっちゃったのかな。そうだね、日本の報道の悪いところというのかな。こういう出来事は簡単に忘れたり済ませたりするべきではない出来事だと思うんだけど、何か新しい事件やスキャンダルがあるとすぐにそちらに飛びついて何もなかったかのように取り上げられなくなるよね。だから国民のみんなの関心もすぐに薄れてしまうんだよね。国民の関心がなくなるから、政府も中途半端な対応で切り上げてしまうんだよ。きちんと何か解決の形を示してほしかったよ。なんか今回は、やけに熱くなってんじゃないか。思想が強くなってんぞ。でも本当は、それくらいみんなが熱くなってもよかったような出来事だったんでしょ？韓国との国交では納得いかないようなことが多々あるけど、この事件は、一歩間違えると、有事にも発展しかねないことだと思ったからね。少し熱くなっちゃったよ。今回は忘れてはならない事件として、もう一度この事件を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年の12月。韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンが日本の自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したんだ。これは本当にありえないことで、日本国内ではどこのマスコミも取り上げて大騒ぎになったことをみんなも覚えてるよね。ああ、本当に当時は大騒ぎだったよな。よく覚えてるよ。他国の航空機にレーダーを照射するなんて全くひどい話だぜ。日本中どころか、世界でもかなり報道されたみたいだもんね。ところで韓国の駆逐艦名称ってなんか変な名前だね。確かに大王って入ってるもんね。これは実在した王様の名前なんだよね。イギリスにもクイーンエリザベスという最新鋭の空母があるでしょ。あれと同じ感じなんだよね。この名前は古代朝鮮半島に実在したコウクリという国の王の名前なんだ。韓国では現在でも人気がある王様で、尊敬されていてドラマ化もされたような人物なんだ。だからイギリスのクイーンエリザベスと同様に何も不思議なことじゃないよ。そうなんだ。イギリスのエリザベス女王はよく聞く名前だから違和感ないけど、韓国のこの王様のことは知らなかったから全然ピンとこなかったよ。コウクリの王様といえば結構韓流ドラマには登場するもんな。なんとなく知ってたぜ。まあ、駆逐艦の名前の由来はなかったから。レーダー照射事件の話をしようぜ。
そうだね。この韓国の偉大な王様の名前を付けられた駆逐艦が行ったレーダー照射事件を説明するね。まず簡単に言うと、韓国の駆逐艦が自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したんだ。単純なことに思えるかもしれないけど、火器管制レーダーを哨戒機に対して当てるということは、攻撃の前段階の行動なんだ。ということは、韓国の駆逐艦は日本の自衛隊の哨戒機を攻撃しようとしたのではないかと日本中が大騒ぎになったんだ。日本にも嫌韓の人たちは多くいるからね。当時は SNS などでその方たちが一斉に韓国叩きを始めて大変な騒ぎだったんだよね。世界中でもニュースで取り上げられて、韓国は世界中から非難を浴びたんだ。当然だぜ。戦争でも起こすつもりかよ。火器管制レーダーを他国の哨戒機に照射するなんて何考えてんだよな。哨戒機に乗っていた自衛隊の人たちは怖かっただろうね。一瞬攻撃を受けるかもと考えただろうからさ。本当にひどい話だよね。事件発生から3年が経つけど、日本と韓国の主張は食い違ったまま解決することもなく現在に至ってるんだ。おいおい日本の政治家さんたちよ。もっとガンガン韓国を追及しろよな。このままないがしろにするとまた同じようなことが起きるぞ。頼むよ。本当に。事件発生後、各局で数多くの事件の映像が公開されたんだけど、映像を見たところで判断が割れたんだよね。各方面から様々な意見が飛び交って、一層混乱に拍車がかかった感じだったんだよね。しかし、事故発生時の映像を見て、レーダーを当てたという事実を考えると、韓国の主張はどう考えても矛盾しているようにしか思えないんだけどね。ニュースでも映像は公開されたんだけど、皆さんはあの映像を見てどう思ったんだろう？映像見たぜ。でもよレーダーを照射したことが紛れもない事実なんだぜ。主張も何もまずは謝罪するべきなんじゃないのかよ。韓国海軍の主張としては、我々は、北朝鮮の遭難船を救助していた。そこに日本の航空機が超低空飛行で接近するという威嚇行動を取ってきたということなんだ。でも、映像では韓国が主張するような状況には見えないという意見が多かったんだ。救助していたという北朝鮮の遭難船の存在もはっきりしない。映像に映っているようには見えなかった。自分たちの行動を正当化するための、デタラメではないかと専門家たちも言ってるんだ。まずよ、韓国海軍が北朝鮮の遭難船を救助するってところから信用できないぜ。大体、この韓国の言い分を信じる人いるのかな？この国の役人は責任転嫁や自分たちを正当化するために話をでっち上げるなんて得意でしょ。今までだって散々やってきたじゃん。信じられないよ。全くその通りだね。今さら、自分たちは人道的な行動をとっていたんだ。と言われても誰が信じるの？って話だよね。おそらく韓国民以外は誰も信じてないと思うよ。この事件がうやむやにせずに解決してもらいたいもんだな。ところで、今回の主役の自衛隊の哨戒機ってどんな航空機なんだ？戦闘機のラダイはよく上がるが哨戒機ってどんな航空機でどんな役割なんだ？それ気になってた教えてよ。じゃあ、韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けた P-1 哨戒機の説明を少ししようか。P-1 哨戒機が実戦配備されたのが2013年だね。それ以前はアメリカのロッキード社製の P-3C オライオン活動していたんだけど、その代替機として P-1 哨戒機が登場したんだ。P-3C オライオンという機体は、初フライトから60年も活躍した機体なんだ。すごい息が長い機体だよね。この機は軍事活動だけでなく、気象観測や消防業務などの非軍事目的にも大いに活躍したんだ。世界20カ国で運用されていて、別名哨戒機のベストセラーと呼ばれていたそうだよ。その P-3C オライオンが引退となり代わって登場したのが現在の P-1 哨戒機だね。60年、すごい長い間活躍してたんだね。P-3C オライオン長い間お疲れ様でした。オライオンと P-1 哨戒機を比較すると、機体の大きさは P-1 の方が少し大きくなってるよ。そして最大の違いはエンジンだね。オライオンはプロペラ仕様のターボ型でしたが、P-1 はより力があるジェットエンジンに変更されたんだ。このエンジンを作ったのが IHI 社、川崎重工業が中心となり製作されました。ということは、この P-1 哨戒機は日本の純国産哨戒機と呼んでもいいんじゃないかな。長年の悲願が達成したということになるよね。そうだったのか。日本の純国産哨戒機とら素晴らしいじゃないか。そうだね。これは日本人として喜ばしいことだと思うよ。もう少し P-1 哨戒機の説明をしていくね。P-1 哨戒機の主要任務は当然哨戒行動なんだけど、でも爆弾層には潜水艦攻撃用の兵装が収納可能ということなんだ。
だから万が一の緊急時に即対応できる攻撃力も増強されたということになるよね。そして、もう一つ気になるところが、この哨戒機の値段だよね。どれだけの軍事費がつぎ込まれてるのか気になるよね。 P-1 哨戒機の開発コストは3500億円と言われているんだ。すでに購入した1機あたりの値段を算出すると175億円ということになるよ。現在購入を進めている F-35 ライトニング戦闘機は1機あたりの値段が116億円だから、比較すると P-1 哨戒機はかなりのお値段だということがわかるよね。開発費3500億円、1機あたり175億円、気が遠くなるようなお値段だね。でも日本で開発された機体なら他国に売ることもできるんじゃないの？もちろん、それだけの経費を埋めるために、P-1 哨戒機の輸出も考えたんだ。輸出の対象国としては、イギリス、ニュージーランド、カナダ、ノルウェーなどだね。でもどの国も反応はいまいちだったみたいだよ。日本製の機体を信用できなかったのかな？P-1 購入をしなかったイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はアメリカ製の P-8 哨戒機を購入したそうなんだ。残るカナダも日本製の P-1 哨戒機を購入するのは難しそうだね。はぁ、あ、なんでだよ。安心と信頼の日本製だよ。ほんとだよ。ものづくりの日本が作った哨戒機なのに買ってくれないの？やはり、日本製の信頼はあったとしても軍用の兵器となるとアメリカと比べたら実績は少ないからね。巨額の開発費を投じた哨戒機はいつになれば世界に認められるかな？でも必ず近い将来日本の哨戒機が認められて、世界の空を飛び回る時が来るんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。どこかで聞いた話だけど、有能な敵よりも無能な味方の方が自分の足を引っ張るっていうよね。まあ一理あるよな。内側に利敵がいるってのはひょっとする話だぜ。基本的に味方は味方として認識して作戦を組んでいくもんね。その前提が覆っちゃうってことがどれだけ恐ろしいことなのかは想像に難くないもん。誰とは言わないけどいい加減にしてほしいよね。まあその辺も含めて、今回は北朝鮮の瀬取り監視に11月からニュージーランド空軍が参加したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも瀬取りってなんぞや？ってなるよね。まずはじめに瀬取りとは港湾を介さず洋上で船舶から船舶へ荷物を積み替えることであり、一般的には貨物船から橋家に移すようなことを指し、国連安保理決議によって経済制裁を科されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から自国の船舶に移し替えることで、隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているんだ。ふむふむ。じゃあ橋家は？橋家とは河川や運河などの内陸水路や通常は港湾内で重い貨物を積んで、航行するために作られている平底の船舶のことだな。北朝鮮が橋家を使って東シナ海や日本海などで違法に実施している瀬取りは、核及び弾道ミサイル開発を止めない北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されており、警告を無視する現状において国連加盟各国が監視を強化しているよ。最近では瀬取りを禁止させるため、2021年10月から11月上旬までの予定でフランス空軍の海上哨戒機、ファルコン 20G とカナダ空軍の対潜哨戒機海洋監視機 CP-140 オーロラが派遣されていたが、これに続いて今度はニュージーランド空軍から対潜哨戒機 P-3K2 オライオンが、1月上旬から下旬まで派遣されることが決定したんだ。実はニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは、2018年9月。2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となっており、同空軍のターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P-3 対戦哨戒機オライオンで、その運用開始からすでに60年以上経過しているが、今でも世界で運用されているほど信頼が高いぜ。双発ジェットエンジンのボーイング社の P-8 ポセイドンや自衛隊では国産の P-1 哨戒機に変わりつつある中で、ニュージーランド空軍の P-3K2 はグラスコックピットが採用されるなど近代化が進んでいる機体となっているよ。この北朝鮮の瀬取り監視にあたっては、これまでもアメリカやオーストラリア空軍の P-8A ポセイドンなども参加しており、いずれも沖縄本島にある米空軍の嘉手納基地を活動拠点にしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も任務を担っているんだ。2000年代後半から北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射実験を行っており、それに対し国連安保理事会からは11回も決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2021年現在も継続されている状態なんだよね。この監視体制の中、北
船が発見されにくい領域での瀬戸入れ石油などを密輸しており、経済制裁の効果が出ておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などで監視を強化しているが、2021年になった現在でも一向に収まる気配は見られないな。この北朝鮮の瀬戸利監視活動参加国は、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁にあり、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制としての、航行の自由作戦を副次的な目的として行われているんだ。日本では海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海における監視活動を行っているが、重点監視対象の東シナ海においては、ほぼ毎日のように中国海警局艦艇の尖閣諸島進出対応も実施しており、手薄になりがちな東シナ海中央部は瀬戸利銀座とも呼ばれるほど瀬戸利が横行しているんだよね。ほんと中国は迷惑だよね。むしろ二国が共謀しているんじゃないかとも勘ぐってしまうよ。2018年の1月から5月の間に北朝鮮は20隻以上の船舶によって延べ回数89回以上にわたって瀬戸利を行っており、決議で制限された以上の石油を密輸したとされ、アメリカ政府は国連安保理に北朝鮮に密輸を企てる黒幕として、中国とロシアの企業が関連していることを報告しているね。2018年5月3日には東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が確認され、韓国が瀬戸利に関与していることが疑われているんだ。監視活動参加国に韓国の名前が上がっていて不信感はあったけど、やっぱりって感じだね。この時の韓国政府は否定したが、韓国の各港で北朝鮮産の石炭搬入を確認されているため、アメリカ政府が7月に韓国政府とムンジェイン大統領に対して、北朝鮮の石炭を輸入することは制裁決議に反する行為だと警告しているよ。警告後も韓国船舶が北朝鮮船舶との間で瀬戸利を行っていることが相次いで確認されており、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月にかけての半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など、約3万5000トンをロシア国内で積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しているぜ。もう確定で黒じゃんこんなの。ウィールストリートジャーナルは韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、証拠は明白ではないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を十分に遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増している、と2019年4月3日に批判コメントを出しているよ。2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のL号が、北朝鮮船舶との瀬戸利を行っていたためマカオ近海で中国海警局に抑留される事件も起きており、その現場を発見し追跡した上で拿捕し、1週間の立ち入り検査などを受けている号は釈放されたんだ。国連常任安保理事国である中国自ら国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しており、北朝鮮に食料や原油などを輸出してたい北朝鮮制裁委員会の報告によると、2020年に摘発された中国の制裁違反事例は60件まで上がっているぜ。そんな中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したというのには寸判ものの話であるが、これはアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえこのような違反をしているのであるから、中国ばかりを責めるなとのメッセージではないかと言われているな。この韓国船舶による制裁違反と韓国政府との間の関連性は明白ではないが、前とした様に韓国側の瀬戸利が相次いで発覚していることは、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは事実だよ。韓国が瀬戸利監視に積極的に参加している情報は少なく、数年前の海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、北朝鮮の船舶が傍らにいたことから瀬戸利に関与中で自衛隊哨戒機に探られないように、追い払おうとしたのではないかと見る向きもあり、国際社会の中における韓国への信用はどんどん低下しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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